名古屋市図書館名古屋市森山図書館旧森山市役所森山市中央公民館名古屋市森山図書館は名古屋市森山区森山一丁目にある名古屋市図書館の文館2016年度の蔵書数は10万6630冊貸出数は45万2619冊である図書を10万6630冊新聞を26紙雑誌を204紙 市長各資料を1573点所蔵している。1972年8月10日、名古屋市図書館としては12番目の図書館として、名古屋市森山図書館が開館した。1954年から1963年まで、当地は森山市という単独の自治体だったが、その当時には独立した図書館を持たず、森山市中央公民館内に、 図書室を設けるに留まった。中央公民館は旧大日本帝国陸軍の弊社の一部を補修した。上、被服倉庫を改造した建物を合わせて1949年4月に開館したもので、この中に活動の一つとして図書室が含まれた。開館当初の公民館は1897年頃の建物を再利用したもので、1961年5末に、 新築を果たしている。ただし、この図書室は、蔵書が4250冊に過ぎず、その種類も参考書的なものが多く、利用者の中心は学生であった。そのため、森山区成立以来、名古屋市に対して図書館建設を求める声は存在していた。そうした中で、1 9 7一年十月の森山区役所新庁舎管制に伴う、 救区役所長者の跡地利用として、図書館建設の方針が打ち出されたのであった。そうした期待の中で開館した森山図書館は、開館時には貸し出し資料が不足する事態に陥り、自動車図書館用の増書を一時的に借りる措置を取らざるを得ないほどであった。森山図書館自身は、来館者の増加の理由として、開館直後に、 目の前を走る三車のバスの停留所名が図書館の名を関するようになったことを挙げている。開館の年の12月10日には名古屋市営バスが従来のチャウス停留所から森山図書館に改称、翌年の4月1日には名鉄バス及び国鉄バスがチャウスから森山図書館前停留所へと改めている。開館当初の特徴的な蔵書に柳田俳句コレクションがあった。 これは、区内の近所学院大学学長であった柳田智常が自身のもとに大量に寄せられる、俳句動人誌特集を三逸防止のために開館以来、毎年寄贈してきたものを、1975年に至って目録を作成し、整備したものであった。1972年末には、区襲51冊と俳句動人誌多数であったものが、1975年の、 時点で、復習90冊と導入し二26種1101冊と、充実したコレクションとなっていた。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用者登録が必要で、愛知県在住、在勤、在学者のみが可能となっている。公共交通機関として、公式サイトは、館のすぐ前に設置されている、名古屋市 A バス、森山図書館停留所、または、 名古屋ガイドウェイバスガイドウェイバスシダミ線、森山駅の利用を案内している。ありがとうございます。